バイリーズのクティルー生物発光とは、生物が光を生成し放射する現象である。化学的エネルギーを光エネルギーに変換する、化学反応の結果として発生する。ケミルミネセンスのうち生物によるものを指す。英語では、バイオルミネセンスといい、ギリシア語のビオスとラテン語のルーメントの合成語である。生物発酵は、ほとんどの場合、アデノシン三ン酸が関係する。 この化学反応は細胞内、細胞外のどちらでも起こり得る。バクテリアにおいては、生物発光と関係する遺伝子の発現は、ルクスオペロンと呼ばれるオペロンによってコントロールされる。生物発光は、進化の過程で、何回も独立に現れた。生物発光は、海星及び陸生の無脊椎動物と魚類、また、原生生物、菌類などにも見られる。 他の生物に共生する微生物が生物発光を起こすことも知られている。生物発光はルミネセンスの一種である。冷たい発酵とも言われるが、これは放射する光の20%以下しか熱放射を起こさないためである。生物発光をフォトルミネセンス、光の反射と混同してはならない。発酵は暗黒条件下で生物のエネルギーによって 光を放つものである。例えば光もいや光ゴケは反射光を強く放つものであり、発光ではない。光る仕組みは化学反応によるもので、ルシフェリンマイナスルシフェラーゼ反応と呼ばれる。発光する生物の多くは、これを自力で合成するが、発光する生物を強制させ、それによって光るものもある。また、発光生物を餌として食べ、 それによって得られた成分を自分の発酵に使う例も知られている。深海魚のフジクジラは腹を光らせて髪型からわずかに差し込む日光に自らを紛れさせて捕食者の目を欺く。発酵物質であるセレンテラジーンは裸いワシを食べて取り込んでおり、裸いワシも餌とした生物から得ている。いくつかの場合、生物発酵が見えるのは 外実リズムの働きにより夜に限られる。生物発光の能力を持つのは海生生物が中心である。特に深海生物の大多数は何らかの方法で発光し、その目的も多岐にわたることが知られている。調査に基づく概算では、500メートル以新に住む魚類の90%、十脚類の40から80%、オキアミ類の99%、 海野シ類の20から30%が生物発光すると見積もられている。ほとんどの場合、深海生物による発光色は青か緑の波長であり、この波長は海水をよく通過する。しかし、一部のワニトカゲギス木魚類は赤色や赤外線波長の光を発するし、多毛類のトウモプタリス属は黄色の生物発光を行う。陸上生物では、 生物発酵はそれほど一般的ではなく、比較的限られた種類にとどまる。陸上で生物発酵をする生き物としてよく知られているものには、ホタルやツチボタル、フェンゴデスカの仲間などがある。他の昆虫、関係動物、また、菌類の一部にも生物発酵を行う能力があることが分かっており、発酵食には様々な種類のものを見ることができる。 それに対して、炭水には、発酵生物はほとんど知られていない。日本のホタルの幼虫が炭水産なのも、ごく例外的なものである。深海のように深い部分を持つ湖からも、発酵するものは知られていない。また、深海と同様に暗黒環境であるホラーな生物にも、発酵するものは、ほとんどいない。発酵する部位は、生物によって様々である。 特に場所を特定せず、全体に光るものもあるが、特に決まった場所だけが光るものもある。また、体内で光るものと、発光物質を体外に放出するものがある。生物が光る仕組みは、古くから注目されていた。ロバート・ボイルは1667年に、発光バクテリアやキノコを容器に入れ、真空ポンプを使って、空気を抜くと光らなくなり、 空気を戻すと再び光ることを確認し、発光に酸素が必要なことを示した。また、スパランツーには、海ボタルやクラゲを用いて、乾燥させたものを水に戻して、それによって光ることを示した。これは、発光が化学物質の反応により、必ずしも生命の存在を必要としないことを意味するものである。より具体的な分析は、 1883年のラファエル・デュボアの研究にまで遡る。彼は光米付きを用いて発光には二つの物質が関わっていることを示した。この昆虫の発光器から抽出した成分は光を放つがしばらく放置すると光が消える。他方、これを加熱しても光が消える。そしてこの二つを加え合わせると光が生じた。このことから 彼はこの昆虫の発酵に熱に強い成分と熱で分解する成分の二つが関わっているとみなし、前者をルシフェリン、後者をルシフェラーゼと名付けた。以下の五つの理由が生物発酵の特性の進化の理由として主に考えられている。議態を参照。ホタルの幼虫生物発酵は獲物を誘うルアーとして、超鎮暗ウなどの深海魚に使用されている。 魚の頭部から伸びた誘引突起を揺らすことで小魚や甲殻類を攻撃範囲内に引きつけるのである。ただし、ルアーが発光しない場合もある。ダルマザメは生物発光を擬態に使用しているが下腹部の一部のみを暗いままに残してあり大型の捕食魚に対し小さな魚の影に見せかけている可能性がある。それらが 小さな魚を捕食しようと近寄ってきたとき、ダルマザメに体の一部分を食べられるのである。ウズベンモウソウ類は生物発酵をひねった使い方をしている。捕食者であるプランクトンを水流により感知したとき、ウズベンモウモは発酵する。これはさらに大きい捕食者を引きつけ、ウズベンモウモの天敵を捕食するように仕向けるのである。生物発酵は、 後輩相手を誘引する機能も持つ。これは、ホタルの行動に見られ、断続的な発光が腹部から発せられ、後輩相手を引きつける行動が繁殖期に見られる。海中では、甲殻類界虫野酵の行動のみが詳しく記録されている。これは、長距離の伝達にはフェローモンを使用し、短距離においては、発光によって目標を表していると思われている。 ある種のイカと小型の甲殻類では発酵する化学物質や発酵バクテリアを含む液を普通のイカの墨のように使用する。煙幕のように発酵することで捕食者を混乱させ撃退する。その間にイカや甲殻類は安全に逃げる。ホタルの幼虫はすべて敵を撃退するための発酵を行う。生物発光はバクテリアにおいても直接的に コミュニケーションの役割を果たしていると考えられている。バクテリアが強制生,生物に取り込まれることを助け、またコロニーを招集する役目を果たしている。海生生物のほとんどの発光色は青か緑だが、ワニトカゲギスモクに属する一部の魚は赤い光を放つ。赤色光は海水中で速やかに吸収され、深海には全く届かないため、 ほとんどの深海生物の目は赤色を認識する。能力を持たないか、あるいは著しく低い。このため、赤色光を放出するとともに、自身で赤い光を認識することもできる。ワニトカゲギス類は、獲物や他の捕食者に気づかれることなく、周囲を探索することが可能になる。特殊な例であるが、発光バクテリアの感染により発光する例も知られる。ホタルエビは、 これら菌系の発酵バクテリアが沼エビなどに感染することにより全身が発酵する。ただしこれは病気であり感染したエビは数日で死亡する。レンダリングした南極オキアミ発酵の画像生物発酵を起こす組織は多くの研究の題材となっている。ルシフェラーゼ系は遺伝子工学においてレポーター遺伝子としてよく使われている。また、ルシフェラーゼ系は 生物医学的検査のバイオルミネセンスイメージングでも使われている。ビブリオ族の菌は数多くの海生無脊椎動物や魚類と共生している。ハワイ産のダンゴイカは重要なモデル生物として共生、クオラムセンシング、生物発酵の研究に使われている。生物発酵を起こす器官である発酵器の構造はインダストリアルデザインに応用されている。 生物発光の工学的利用法がいくつか提案されている EN アンフォロータスニディフォーミス生物発光を行うキノコの霊暗闇での発光すべての細胞が何らかの生物発光を起こして電磁波を発するがほとんどの場合は肉眼では確認不可能であるそれぞれの生物の発光は固有の周波数持続期間リズムやパターンを持っている 以下に挙げるリストは、死人可能な発光を起こす生物の例である。発光する生物は、非常に、広範囲の分類群に見られる。それらは独立に発光を獲得したと考えられる。しかし、発光する種が多い群、少ない群はある。例えば、植物では発光するものはない。動物でも、魚類には発光するものが多いのに、死子動物には、全くない。 しかし、これらの事実に、どのような意味があるかは不明である。発酵バクテリアによる強制発酵を行う、主な魚類は、以下の通り。以下は、自力発酵を行う、主な魚類である。中層有衛性の深海魚が大半を占める。GFP で知られる、バイオルミネセンス系コークラゲ。ありがとうございます。